セベクエムサフ2世は、古代エジプト第17王朝の、第3代、または6代ハラオ。資料によっては、セベクエムサフ1世とも紹介される。即位名は、セケムラ・ウアジカウ。テーベ東部の砂漠アディハンママートで行われた採掘について言及された碑文から、少なくとも7年間は統治していたことが分かっている。また、メダムードのモンチュ神殿の修復もいった。 息子のセベクエムサフは王の後継者に指名されていた。また、王妃、ネブエムハトとの間の娘セベクエムヘブは別の王の息子アメニの夫であった。このアメニの父親は、同じ王朝の王であるアンテフ・ナラセイセナクト・エンラーの可能性がある。セケムラ・ウアジカウ・セベクエムサフがセベクエムサフの名前で、呼ばれた何人目の王であったのかは、彼を、 第17王朝の家系図のどこに配置するかによって変わってくる。テーベの王家には彼とは別に、セケムラー・シェドタウィ・セベクエムサフという王がいたことが分かっている。一部の研究者はこの王が、ウアジカウ・セベクエムサフの息子のセベクエムサフと同一人物であると考え、二人の王が親子関係にあったと考えている。シェドタウィ・セベクエムサフの息子である、 アンテフ6世の治世中にコプトスの知事を務めていた人物が第17王朝末期の王世間ンエンラーの地下でも存命だったことを示唆する資料から二人の王の間にウアジカウセベクエムサフの7年以上の在位期間を挟むだけの時間的余地がない可能性がある点もこの説の裏付けとされているこの場合ウアジカウセベクエムサフがセベクエムサフ1世 シェドタウィセベクエムサフが2世ということになる。だが一方で、ウアジカウセベクエムサフやセナクトエンラーは、アンテフ6世の王妃の兄弟である、可能性もあり、さらにウアジカウセベクエムサフの名前不明なもう一人の、息子がセナクトエンラーである、可能性もある。そのため、研究者によっては、ウアジカウセベクエムサフを、シェドタウィセベクエムサフよりも後の世代の王と捉え、 前者をセベクエムサフ2世、後者を1世と呼んでいる場合もある。この記事では、最新の資料である、前継図付けエジプト歴代王朝史に従って、セケムラーウアジカウセベクエムサフをセベクエムサフ2世と表記している。ありがとうございます。